はい、こんにちは。こんにちは。はい、今日はね、トランプを使ったマジックをね、やりましょう。お名前はな、ニックネームでもいいんですけれども。斉藤です。あ、斉藤さん。あ、斉藤さんですね。はい、わかりました。じゃあ斉藤さんと私でね、今日はマジックを行いましょう。今日はね、誕生日のバースデーのマジックということでね、バースデーマジックを行いたいと思います。こちらにね、一組のカードがあります。こういったカードね、このカードを使いましょう。で、中身はね、こういった形のね、赤と黒のよく切れたね、カードがあります。このカードを使いましょう。でまずこれ切っちゃいましょうね。こういう形で切っちゃいます。はい、じゃあこのカードはね、これを置いておきましょう。で、今日はもう一つ使うのはこちらのハンカチです。このハンカチね、ちょっと中を確認してみてください。広げてどうぞ。はい、四角いね、こういうね、ハンカチになってます。よろしいですね。はい、はい、では、こちらのね、一組のカードを私こう持ちますので、そのハンカチをこの上からバーッとかぶせてみてください。はい、はい、いいですか。で、このカードを、ハンカチの上から、斉藤さん、こう掴んでね、一組全部持ってみてください。はい、これが一組の重さです。大丈夫ですか。はい。はい。はい、そしたら、この中から約半分ぐらい、ね、半分ぐらいのカードを上から、好きなところで上に持ち上げてみてください。はい。はい、どうぞ。半分取りました。はい。取ってます？はい。ありますね。はい、じゃあそのカードをそのまま私にください。はい。はい、よしですね。はい。はい、これが今、斉藤さんがね、私にくれたこのカードです。はい。こんな形でね、はい、ありますね。はい、このカードです。そしたら、斉藤さん、右手、こういう形で出してください。残りのカードをこちらに置きますね。はい。ああいうことを持っておいてください。で、これが今ね、斉藤さんの方で、取った、大体半分ぐらいのカードになります。はい。これはもうこれからね、使いませんので、こちらに置きますよ。で、こちらのハンカチね、こちらのハンカチの方ももう使いませんので、こちらもね、畳んで、こちらに置いておきます。よろしいですね。はい。それでは、バースデーマジックということで、斉藤さんの生年月日、西暦でわかりますか。はい、1981年10月10日です。1981年の10月10日ですね。わかりました。はい、今度は私のアクションもね、起こしますよ。こちらのカードの方にその数字を寄せていきます。よろしいですか。はい、はい、ではまずね、1枚目、1981年でしたね。81年。そして月が10月。ね、はい、10月の10日。10月の10日でしたね。それでは今日はね、誕生日ということで、サプライズということで、私からね、サプライズカードを1枚、ね、寄せておきましょう。で、これはサプライズカードとしましょうね。と、残りのカード。よろしいですか。で、これはね、返してもらって、はい、残りのカードはこういった形でありますよね。はい。で、これも使いませんので、こちらの方に置いておきます。はい、さあ、それでは、ここから、マジックね、バースデーマジックを魔法をかけます。よろしいですね。はい。はい、かかりました。さあ、それでは、斉藤さんのね、お誕生日、生年月日ね、西暦でちょっと言ってください。どうぞ。1000。はい。1981年、はい、10月10日です。ということでね、じゃあ1000ですね。1900ですから1000いきましょう。1000は、おお、1000ですね。まず1ですね。900です。いいですね。1980ですね。で、81年でしたね。はい。1です。はい。で、あと、月ですね。10月でしたね。はい。はい、10月ですから10、ね。10月は10ということで10ですね。10日ですから、もう一回10ですね。はい。はい、じゃあもう一回10。愛10ですね。ということでね、見事、斉藤さんの誕生日、数字を出しました。それじゃあ最後はね、サプライズカードということで、
こちらの方をね、私の方から斉藤さんにプレゼントです。おめでとうございます。ありがとうございます。いかがでしたか？すごいです。ありがとうございました。ナイスです。